全国のポケカプレイヤーコレクターの皆さん、ハローワールド。カイドウゲームズ、カイドウです。ポケモンカードバイオレット EX ワンボックス開けるぞ。勝ち取りて、結局まだ何も見てない。やべえ、絶対出すんだ、任せてほしい。始まり。はい、見ての通りポケセンさんです。バイオレット頼むで。ポケセンプロモもあります。もうクエストバトルは嫌です。まだ出てないのあります。プロモは元トカゲとか見てないよ。頼むで、ポケセン。おい、豚さんね、使ってなかったけど。ナイスコライドン、いいね。元ミライドン、まあまあまあいいでしょう。クエスパトラ回避は熱い。クエスパトラとはと思う方は、これの1個前の動画見ていただけるとものすごい怖い映像が見れます。もう全然上がらない。ポケセン拒んでいるのか、この俺を。頼むぞ、今のところハーイオーリムしかしてないんだから。AR がもっと欲しい。さあ始めるぞ。さあ始めるぞ。おい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 、ジュペッタもなんすごい出るね。ジュペッタかっこいいけどね。まあまあまあ、まだこれここからやから、焦んな焦んな。鉄の輪立、まだ見てないんだ本編で。相変わらず変だな。未来ポケモンね、うん、おおとしどり、いいね、きれいきれい。そういうのおとしどりとかもちょっとしたらその辺の普通の鳥だもんな。ゲームであの出方してなかったら普通の鳥だと思ってた、ずっと。そう、まだ欲しい。はい、失礼しました。バッテリーがね切れちゃってまず変えてました。でも見どころがね、かぶんなくてよかった。これから来るってことだ、たまんねえな。 SR まだ出てないしね。
これはもらいましたわ。SR の登場とバッテリー系がかぶさるとかだと死んじゃうもんね。これは意気揚々ですな。引っかかっちゃって。これはラストかな。あ、ワナイダーやった。好きですワナイダー。かっけんだよな。自分ではとてもじゃないけど使いこなせんけど。先生、そこじゃないよ、いるとこ。そう、どこかな。お、お、クラゲ。クラゲはもう出たよ。そしてなんか嫌がんな。おい、ウィンディ。テラスタルウィンディね。頭にろうそくぶっ刺さってます。うん、かっこいいじゃん。いい。うん、なかなかいい出じゃない。でもってことはそういうことなんじゃないの。これやはりそうか。お、ミライドン。いいけど、ぼち。かぶってるな。さあ、今回はこんなとこか。なるほどね。というわけでね、今回のバイオレット EXBOX はテラスタルウィンディに持ってかれたね。かっこいい絵柄だけどね。ただ勝ち取ったのは伝説の犬でした。まあ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 、これからよ。必ず勝ち取ってやるぞ。それではここまでご覧いただきありがとうございました、チャンネル登録、高評価、ツイッターフォローとしていただけると今後も頑張ります。他にもね、カードだけじゃなくていろいろ開けたりするんで、よろしければそういうのも見ていただけると嬉しいです。それではお疲れ様でした。